Viewer discretion is advised. どういうつもりだ？バッテリーが破壊されたら、この施設はもう使えないはず。また何か罠なのかな？可能性はあるが、お前が事前にエイトンで偵察を行った時には、そんなものは見つからなかったんだろう？うん。外は仮面のタイマニンたちが完全に包囲しているし、逃げたのは上みたいだし。追い詰めたら、あいつが何を考えているかなんてすぐにわかるわよ。相変わらず、前向きな意見だな。何を、バカにしてるわけ？いや、お前のそういう前向きなところは正直羨ましいよ。もしこの先に罠があったとしても、だったら罠ごと奴を倒せばいいだけだ。桃地の威圧を感じてなお、その息が衰えないのは嬉しい成長だけれど、部隊全体を危険にさらす突撃には気をつけなさい、風魔君。はい、気をつけます。先生、風魔先輩。あ、昨夜どうしてここに？外で仮面のタイマニンと一緒じゃ。どうしたの？二人とも。私たちが施設へ突入した後は、あなたたちは後方で待機のはず。バッテリー装置の機能停止が確認されたので、DSO 司令からの任務で施設の制圧に同行してきました。桃地東洋の捕獲は？彼女の。私たちと一緒なら危険は少ないと考えたのかもしれないけれど、任務の最中に作戦を変更してくるなんて。どうしますか、麻木様。二人は外に。いえ。そうね。風魔君、とりあえず現状の説明を。よく聞け、二人とも。桃地東洋の捕獲はこれからだ。奴は施設の上階に移動した。これから一回ずつこの施設を制圧していく。よろしければ、私たちも桃地東洋捕獲の任務に同行させてください。昨夜、あの男は危険よ。あなたを守りながら戦えるほどの余裕は。あの、昨夜ず、昨夜の後ろは、私が守ります。二人でなら、自分たちの身を守るくらいはできますから。
すぐに舞台から離れます。どうか特務中隊の末席に加えていただけないでしょうか。末席って難しい言葉を知ってるな。そこは驚くところか。むしろ今回の作戦は人数も揃っているのだし、実戦を経験させるのにもいい機会と考えているのかもな。俺個人としては新人に機会を与えたいと思うのですが、浅木先生どう思いますか？あら、この舞台の隊長はあなたよ、風魔くん。それに桃地東洋が上界に退いたとはいえ、時間は無限ではないわ。急いで決断しなさい。わかった。二人の同行を許可する。二人とも、紅とキララ先輩のそばから離れないよう気をつけるんだ。え、キララは二人の先輩だからわかるけど、私まで？紅は自分の戦いに集中していても、臨機応変に対応できるからな。二人を頼んだぞ。はぁ、まあいいわ。私から離れないようにね、おちびちゃんたち。くれないって面倒見がいいのね。そう？まあ、私、子供好きだし。子供扱いされるのはしょうがないと分かっていますが、自分の身は自分で守れますので。さくやちゃん、落ち着こうよ。DSO 側の考えは、彼女たちに経験を積ませるためでしょうね。後方待機より前線の方が得られる経験は多いからってところかしら。よし、問題がないのならこのまま2階に向かおう。これ以上は向こうに迎撃の準備をする時間を与えてしまう。そうね。あれは？どうした、エミリー？彼らが持っている機材、あれ、小型のバッテリーです。あ、2階の奥に。こら、待ちなさい！全員、奴らを止めるぞ！ソラ、私から離れないようにね。はい。秋山凛子、マイル！何人か逃がしたか。
よ、こっち。桃地、もう追いついてきたのか。お前たちが来たということを地下の仲間たちは。何が仲間だ。タイマニンを人を人ではないものに変えて。仲間だって言うんなら人を物みたいに扱わず一緒に困難を乗り越えるくらいの度量を見せてみやがれ。返す言葉がないな。一緒に戦っているのはあんたの志に同調した仲間だろうが、その失敗を笑ってんじゃねえ。フーマ、あんたのやり方はそりゃ乱暴だ。俺たちとは絶対に合わない。水と油だろうよ。だからってな、合わなくても水と油でも敵だったとしても自分の仲間の失敗を笑うような奴にだけは俺たちは絶対に負けない。桃地東洋、俺たちは絶対にお前に勝つ。秋山凛子、参る。この見えた。さあ、この風切り。で、や、や。力を貸そう。せい、やや、や、無限砲へ。や、ザラ、そこまでだ。ここで無駄だ。全力でぶつけてやれ。誇張獄門。この勝利お前に捧げよう。再起動しました。間に合わなかったの？そういうことだ。またお前たちの負けだ、特務中だ。今使っているのは小型のバッテリーだが、それでも短時間なら米連の支配領域内の全域にノマドの悪行と魔族の存在を知らせる放送を送信できる。私の命令一つでな。だったら命令を出す前にあんたを倒すまでだ。俺たちは諦めないぞ。最後のその瞬間まで。
連の情報では、施設の外装は一部が米連の特殊装甲で守られているが、内装は普通の鉄筋コンクリートだ。正確な位置さえ分かれば、小型のバッテリー程度の強度なら、エミリーの狙撃で貫通できるかもしれない。なんて剣技、御社から抜けた間にこれほど技量に磨きをかけるとは。仲間と群れて牙が鈍ったか、井川アサギ。これでは最強のタイマ人の名が泣くぞ。アサギ様、下がってください、アサギ様。刀を折られたか。それに私以外は全滅か。まだやるのか、モモチ。私は負けていないからな。都市空間でもお前が大事に思う仲間を 2,3 人は道連れにしてやれ。今日がそがれたな。仲間か。甘いな、風魔小太郎。本当のタイマ人を目指すなら、仲間の屍すら越えて進む度量を身につけろ。でなければ一介の雑魚として名も残せぬまま終わるぞ。ああ、そうだろうな。仲間たちからだって何度も言われてるけどな、俺はこの生き方を曲げるつもりはない。ベーレンの女、エミリー・シモンズだったな。貴様のドローンでこの内容を再生してみろ。そこにノマドのこれまでの悪行が保存されている。私たちが集めたもの全部がだ。人身売買、人体実験、邪魔な要人の暗殺、他にも数えきれないほど。それは御社の人間も関わっている。効果はアスカ、貴様の一派が襲われた情報もだ。どうしてお前がそれを。私も探していたのに。情報は武器だ。刀などよりもよほど鋭いな。そしてその重要性は政治に詳しい者ほど理解できるはず。今のノマドに従順な日本政府の下ではその情報は抹消されたはず。そうなる前に私が確保し、今日のために保管しておいた。あなたの反旗はそんな昔から。本当ならお前に渡すはずだったのだ、アサギ。お前なら、お前が信じる人間なら、そのデータを有効活用できると、そう思っていた。このデータ、日本だけでなく世界中のベーレン内の問題まで。これがあなたの武器、あなたの切り札なのですね。そうだ。そのデータを得るためにたくさんの仲間を失った。そのデータを守るために多くの仲間を犠牲にした。私は
仲間たちの屍の上に立っているのだ、風魔小太郎。私はもう引けないのだ。仲間を犠牲にしてでも。違うだろう。ここに来るまでにたくさんの仲間を失ったのかもしれない、犠牲にしたのかもしれない。だが今ここで仲間を犠牲にするのは違うはずだ。そしてこれからもお前のやり方じゃ仲間だけでなく無関係な一般人まで犠牲になるんだぞ。鹿で語ったぞ、私の覚悟。歴史に悪名を残そうと私は闇の眷属を駆逐し人間の世界を取り戻す。その情報を見ろ、目をそらすな特務中隊。ノマドに魔に従順な政府に世界を任せていては人間が蹂躙されるのだぞ。そんなことはさせない。俺たちは、タイマ人はそのために存在しているはずだ。そうじゃないのか、モモチ。そのタイマ人が政府の犬へと成り下がった、清掃の道具となり政治の思惑でがんじがらめとなって自由すら失い、そんな大魔人と日本政府に何が守れる。その世界を変えるためには強い国が魔の者の存在を知り、政府から自立できる強い人間が必要なのだ。政府から自立って、それって大丈夫なの？そんなもの無法地帯と同じじゃない。それじゃ東京キングダムや読原のブラックマーケットと同じよ。力ある者だけが生き残り、弱者は搾取される。今の世界より最悪かもね。人間の歴史は闘争の歴史だ。その環境だからこそ人は強く成長できる。歴史が証明しているではないか。あなたが望む強さを人間が手に入れるまでに一体どれだけの人が犠牲になると。だが魔族の存在を知らず安寧の中にあれば人間に今以上の成長はありえない。堕落し泥濘の中の暮らしになれ、沈み腐っていく。そのような愚者を切り捨てることこそ強い国の条件とは思わないか。極論すぎる。なぜそのような考えに。限界なのだ、世界の、国の。弱者と愚者に溢れた国では他国や魔族に蹂躙されてしまう。その現実を知った。貴様も知っているはずだ、伊川アサギ。いいえ、人間はそこまで愚かではない。強い者が弱い者を助け、間違えてもそれに気づき正しい道へ戻ることができる。それが人間よ、モモチ。それは魔族にはない強さよ。だから魔族は人間を蹂躙しようとはしても駆逐しようとはしない。自分たちにはない強さを恐れ、同時にそれを自分たちのものとするために、私たちタイマ人は人の心と魔の力を持っている。そんな私たちだからこそこの力を正しく使わなければならない。どうしてその心を忘れてしまったの、モモチ。忘れてなどいない、ただ気づいただけだ、アサギ。人は導かなければ貴様が言う正しい道に戻れない生き物なのだと。
魔族の血の過剰摂取に肉体が耐えられないのね。才能がないこの体ではここまでなのだ。だからこそ私は道を示さなければならない。命に代えても魔の愚行を。才能がない。随分と過小評価をするのだな。嫌味か。す、人類。恵まれた能力を持つお前には分けるまい。伊川家の当主に剣術を教える立場にありながら、その実、忍法を使えない出来損ないの気持ちなど。何？忍法が使えないだと。ああそうだ、風魔小太郎。私はお前と同じ忍法を使えない出来損ないだ。体内に大魔粒子を蓄えることができず、外部から集めることもできない。魔族の血に頼って無理やりに大魔粒子を生み出し、肉体を強化し、この魂を落して泥をかぶる。それが限界なのだ、私の。嘘でしょ？こんなに強いのに忍法が使えないなんて。こっちのとは出来が違いすぎる。失礼にも程があるぞ、この野郎。風魔は頑張ってるよ。相変わらず緊張感が緩い。じゃなくて、あんたが忍法を使えなくてもものすごく強いってことは分かったけど、それが何よ。だからって手加減してあげないわよ。そんなことは期待していないし、忍法が使えずともお前たちに負けるつもりはない。ただ私は命の使い道を見つけたというだけだ。命を懸けて魔族を殺し尽くして私は力尽きるだろう。だがそれでも日本政府の正常化に一歩近づける。私はただそれだけの存在なのだと。本気でそんなこと。世界を見ろ、モモチ。確かにノマドはやりすぎている。危険な存在だ。だが魔族全部が人間と敵対してるわけじゃない。人と共存しタイマニンに助力してくれる魔族だっている。お前はそんな魔族まで倒すというのか。そうだ、人間の世界を人間の手に取り戻す。それのどこが悪い、どこが間違っている。そうだな、きっと魔族のことを知れば多くの人がお前の考えに共感するかもしれないな。やっぱり俺たちと、俺とあんたは水と油だ。私の理想を理解できないか。あんたが魔族を許さないように、俺は悪を許さない。俺にとって魔族ってのは悪じゃない。人間だ魔族だって関係なく、俺は
欲望に負けた奴が許せないだけなんだ。そうか、やはり甘い。お前の考えは甘すぎる。いつか後悔する時が来る。いつか裏切られる時が来る。魔族とはそういう存在なんだ。私は裏切らないよ。口では何とでも言えるものだ、化け物め。貴様が何と言おうと、私は魔族を駆逐する、殺し尽くす。この地上を人間の手に取り戻し、そして退場しよう。そしてあとはお前たちに任せよう、アサギ。少しはマシな世界になるはずだからな。あなたはもう壊れてしまったのね。いや、私は正常だ。私は正気だ。最後のその瞬間まで。桃地様、通信の準備ができました。そうか、だが邪魔なものがまだいるな。ここで最後としよう、アサギ。特務中隊風魔小太郎、井川アサギは私がやる。他の者たちは雑魚の相手を。私たちが雑魚ですって？今さらそんな連中に足止めできるとでも思っているの？できると。そうだな。はっ。仲間の人の命を何だと。勝利のためだ。許せるか！その程度の理由で仲間を犠牲にするなんてやり方を。もうこれ以上無駄な犠牲なんて出させないんだから。貴様たちの相手は我々だ。ノマドを倒し、世界を正常な形に戻すため、東洋様勝利を。なんも邪魔しないで。風魔くん、行くよ。ああ、みんな、アサギ先生の援護を。やらせるものか。秋山凛子、参る。お、風切り。お、力を貸せ。せい、やや、お、風切り。で、お、ザ、や、お、ザ、無駄だ。で、お、風切り。この勝利、お前に捧げよう。力は衰えている。なのに、
まだこれほど動けるとは。任せて。ほう、アサギの他にもこれほど動けるタイマ人がいるとはな。あの二人相手に互角以上に戦えるのか。足を止めないで。こいつらも結構やばい。やらせない。ここの力量はこっちが上だが、連携がうまくいかない。起点になる浅木先生が完全に封じられているせいか。純粋に強い桃地も、桃地を信頼する抜けタイマ人たちも、うわー、もう戦いづらい。だね、テロリストになったとはいえ、その考え方は理解できる部分もあるだけにね。そうも言ってられない状況だと思うけどね。大丈夫？三人とも。なぜ？氷が熱いだけなら、その前に腕力で砕けるはず。そうか。白根さん、水筒で水を降らせてください。え？キララ先輩は、この辺り一帯を一気に凍らせてください。私も？でも凍らせただけだとすぐに砕かれちゃうわよ。狙いは凍らせることじゃないです。俺を信じてください。もうしょうがないわね。行きますよ、キララちゃん。よろしくお願いします、白縫さん。そのままだ。くれない、風を。一気に気温を下げてくれ。なるほど、了解。吹き荒れろ、風神山。
私たちの合わせ技。どれだけ力を増そうと、生物である以上体温が存在するはず。なら活動できないほどまで体温を下げたらどうなる。地下で変異した抜けタイマニンを拘束した方法の応用というわけね。デタラメに強いと思ったが、こんな弱点があったなんて。無敵の力なんて存在しないものよ。そうだな。体が重い。意識に肉体が追いつかない。何が。何をした風魔小太郎。なぜだ。なぜ私も邪魔をする。私はただ人間の手に世界を取り戻したいだけだというのに。これ以上仲間を、友を犠牲にするのはおやめください。目的のために他者を犠牲にするなど、ノマドのやり方と変わらない。父上、目を覚ます。邪魔をするな。私と一緒に下がって、フーマ。その再生力、私に匹敵するのではないか。次は私たちが相手だ、桃地東洋。
大丈夫か、ナギ。なぜ私の名前を。浅木先生から聞いた。動くな、傷は浅くないんだ。サクヤ、ソラ、エミリーから救急セットを借りてきました。手当ては任せた。俺は。父上を止めてください、フーマさん。忍法を使えないことに絶望しなかったあなたなら、きっと父上を止めることができるはず。だから俺を助けてくれたのか。魔族でも人間でもない大魔人として父を。分かってる。俺も大魔人としての桃地東洋に少しだけ興味が湧いてきたところだ。大丈夫だ。ノア、サクヤたちとナギを頼む。守ってやってくれ。いい。俺はお前を信じるよ、ノア。お前は裏切らないって。一匹残らず。そこをどけ、ウーマ・コタロー。来いよ、桃地東洋。もう誰もあんたに殺させない。ここで終わらせてやる。秋山凛子、参る。力を貸せ。無駄だ。うむ、梅雨と散れ。うむ、この勝利、お前に捧げよう。アスカ、合わせて。しょうがないわね。ようやく正気に戻ったか。仲間を犠牲にするどころか、自分の娘まで切って。魔族から世界を取り戻すなんて言いながら、そのやり口の方がよっぽど魔族らしいだろうが。自分の半分も生きていない若造から説教を
されるとな。笑い事じゃないわよ。あんたも何のほほんと喋ってるのよ、バカ風魔。正気に戻ったの？血が流れ出てしまったからな。大切な力か。大切なもんか、そんなもの。致命傷だ。父上、大丈夫ですか？すまない。お前を戦場に立たせたくなかったというのに。あんたは本物の大馬鹿だ。忍法が使えないことに腐って、守るべき人間たちに生物兵器を使って魔族さえ駆除できれば人々から英雄様だと祀られるとでも思ったか。ふう、ま、残念ながら、そこまで大魔人に命を捧げようとは思ったことはないな。それは逃げているだけだ。自分の立場から。忍法を使えないからって諦めて、命を投げ出そうとしているだけじゃないか。やっとわかった。なんであんたに勝てなかったのか。なんでこんなにも悔しかったのか。桃地はきっと、もう一人の俺だ。生きて、仲間と一緒に、世界を少しでもいい方向に向けてやる。俺は絶対に諦めない。あんたとは違う生き方を貫いてみせるよ。ああ、そうだ。それでいい。きっと、それが正しい。なんだ？あら、ちょうどいいところ。メインイベントには間に合ったみたいね。あんたはアスタロト？なぜここに？
面白そうだから見に来たのだけれど、ずいぶんとひどいありさまね、桃地東洋。どれだけ体を変化させても所詮は人間ということか。まさかそんな雑魚どもに負けちゃうなんて。運ばせたのよ、この子たちに。運ばせたって文字通りか。随分と重い荷物だったようだな。誰も喋っていいなんて許可は与えていないわよ、おちびちゃん。黙りなさい。とりあえず邪魔ね。全員避けて。モモシ。父上。ダメだ。話してください、紫さん。これこれ、面白そうだからと泳がせておいたけど、こんなに面白いものを集めてくれるなんてね。貴様、何のつもりだ。あら、動けないあなたの代わりにノマドの悪行を世界に広めてあげようという私の優しさよ。素直に受け取っておきなさい。ノマドのデータ、エミリーに渡したもののオリジナルか。向こうがオリジナルなら、私が持っているものより詳しい情報が。内容なんかどうでもいいわよ、別に。アスタロト、そのデータを渡しなさい。渡すわけがないでしょ、これからが面白いのだから。ふっ。ああ、世界中が混乱し、エドウィン・ブラックが怒り狂うわね。これを流しちゃうと。私はこれを全世界に向けて放送すればいいんですか。同じ魔族じゃないの、なんでノマドの邪魔をするのよ。同じ魔族だけれど仲間というわけではないもの、私たち。仲間じゃないだと。考え事をしている余裕はあるのかしら。時間は有限よ、人間たち。やらせるか。はあ、当たらなくても破壊できるように全力で撃ったのに、やけど一つしないなんて、びっくり。早く止めないと、ノマドの汚い部分が世界中に流れちゃうわよ。まあ、私があなたたちの邪魔をするんだけどね。いきなり現れて何がしたいんだお前は。面白いからに決まってるじゃない。とにかくあの沼を止めろ。アスタロトは無視するんだ。そんな面白くないことを言わないでくれるかしら。さあ遊びましょう、人間たち。私を楽しませなさい。はあ、くっ、熱い。なめんじゃないわよ。いやー、何よこいつ。私の氷を一瞬で。氷？水遊びをしたいのかと思ったわ。なんですって。紫先生、キララ先輩の援護を。了解した。相変わらず、なんて熱量だ。これじゃ不死身の紫先生か水遁使いの白波さんくらいしか近寄れないぞ。雪風。
エミリー、機械を壊してもいいから狙撃してくれ。はい、了解。それは面白くないからダメ。溶岩？あら、そんなに驚いてもらえるとこっちも嬉しくなってくるわね。でも私にとっては造作もないことよ。あなたの相手はこっちだ。こんなおりゃだっ、はあ、武器が溶かすだなんて卑怯じゃない。そうかしら。あ、流れましたよ、アスタロト様。あら残念、頑張ってももち投与を止めたのに世界中にノマドの悪い部分が全部知られちゃったわね。なんてこと、お前。じゃあ次は、そろそろ私たちにとって目障りだし、ここで殺しておくわね。私たち、風魔くん。くそ、考える暇もないか。全員ももちを守れ。アスタロトの本当の目的はこっちか。左遷ぞ、アスタロト。ノマドにも貴様にも四季の王にも勝利は渡さん。あら、あいつからちゃんと情報は受け取っているようね。だったらなおさらきちんとここで殺しておいた方がいいかしら。アサギ。何、モモチ。アスタロトを退ける、力を貸せ。え、あら面白い。じゃあ今のあなたたちがどこまでやれるか見せてもらおうかしら。いい運動になりそうだし、邪魔をしないならあなただけは殺さないであげるわよ。いいえ、ももちは殺させない。まだ聞かなければならないことが山ほどあるの。そう、まあ私としてはその男の命一つあまり価値はないのだけれど。だったら。でも気が変わったわ。だって本気で向かってくる相手をねじ伏せるのが一番楽しいものね。梅雨と散れ。何？や、や、お、突きあり。や、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 で、や、風切り。うむ、嵐の型。や、お、で、梅雨と散れ。ざ、ざ。極炎の前へと立つ恐怖におののきなさい。弱いの、無限放映。やべきり。この姿では技は使う、力を貸そう。やせい、や、や、嵐の型。や、ラフォメ。ザ、や、お、や、死になさい。
無限放影なかなか楽しめたわ。この勝利お前に捧げよう。ももち、今にも死にそうな重傷を負っていて忍法を使えない人間の動きか。二人でも致命傷は与えられないか。外か海下の米連の連中と連絡が取れれば。下、仮面のタイマニンさんか誰かに助けを求めますか。ああ、現状を伝え仮面のタイマニンから援軍を。ソラ、サクヤ、頼む。私だって戦います。足手まといだ、下に行け。お前たちをかばいながら戦える状況は終わったんだ。俺の言うことを聞け。はい、行こう、サクヤちゃん。これならどう？キララ、合わせて。まだだ。私の風を。あら、手品はもうおしまい？はあ？ほらほら、もっと必死にならないと死んでしまうわよ。
人間は弱いんだから。コートララ島で戦った時よりも明らかに強くなっている。これが上級魔族の本気。いや、まだ本気ですらないのかもしれない。大丈夫、フーマ。ノア、どうした？大丈夫だ。全員でここから生きて帰るぞ。たく、情けない。ここで死ぬのか。殺されそうになってアスタロトに勝機を見つけられず、フーマ、諦める？いや、諦めるもんか。俺は最後まで諦めないからな、ノア。そんな根性論でなんとかなる状況か。頭を冷やせ、フーマ小太郎。フーマ、私なら戦えるよ。ご飯があれば戦えるよ。私はそのために作られたから。ご飯？私は携帯食は。フーマさんは？ノアの食料は料理じゃない。いいのか、お前。俺の肉はあまりうまくないかもな。血でいいよ。多分フーマのお肉は美味しくないから。ご飯って人の？すまん、ノア。みんなを、仲間を助けてくれ。うん。ねえ、フーマ、私はフーマの仲間？お前は特務中隊のみんなの仲間だ。いただきます。すまん、ノア。大丈夫、私は負けないよ。鍵たちはやらせない。
ノアが足止めしている間に、アサギ先生！リンコ、くれない！私たちに合わせて。モモチ、まだ動けるわね。これで最後だ。もう少しだけ耐えてくれ。行くぞ、アサギ！本気か、ノア・ブラウン。これならどう？今だ！やれ！私が傷を負うなんていつぶりかしら。ずいぶんと成長したわね、人間。ダメか。まだだ。誰が動ける。声を上げろ。私はまだ戦えるぞ。ああ、はいはい、もういいわよ。十分楽しめたし、今回は見逃してあげる。どうせこの後始末されちゃうでしょうし、最後に楽しめてよかったわ、井川麻に。もし生き残れたらまた会いましょうね。助かったのか。ノア、大丈夫か？うん。お、すぐ隣にいたのか。びっくりした。怪我は大丈夫か？体調は？お腹すいた。そうか、無事でよかった。心配した？当たり前だ、仲間だからな。だったら
こっちも心配してもらえると嬉しいわね。至近距離で爆発の衝撃を受けたからな。二人も無事だったか、浅木先生と桃地は。こっちも大丈夫よ。桃地には逃げられてしまったけど。どういうことですか、お師匠様。ナギが連れて行ったわ。私たちがアスタルトばかりを気にしている間にね。そうですか。あいつもうバカなことはしないですよね。ええ、きっと。さて、桃地を逃がしてしまったし、風魔くんはこれから大変ね。はい。報告は俺がですよね。ええ、仮面のタイマニンへの報告よろしくお願いするわね。その間に私たちは次の目的地を調べておくわ。次の目的地？桃地が接触していた色族よ。アスタロトは桃地を私たちの邪魔になると言い、桃地はこれほどの危険を冒しながらノマドを危険視していた。彼が言っていたように、魔族を地上から排除するなら色族に接触する必要はない。そして私たちが勝利した時点でアスタルトは桃地を殺す理由を失ったはず。あの女が言っていたように、楽しいからじゃないの？そんな単純な理由だけならいいけど、この地域に上級魔族が3体も関わっているというのは偶然というには妙だと思わない？そうね。まあいいわ。どちらにせよまずは傷の治療をして装備を整えないと。あの炎女、私のタイマブレードをここまで溶かしてくれちゃって、次に会ったら絶対ギタギタにしてやるんだから。ギタギタなんて言葉、漫画以外で初めて聞いたよ。うるさい。とにかくもう帰って休みましょう。ああ、冷たいシャワーを浴びたいわ。あ、これから司令に報告だっけ。頑張ってね、特務中隊の隊長さん。性格悪いなお前。桃地が期待しているそうよ。アスタロトを前にしても最後まで諦めなかったあなたに。頑張りなさい、風魔くん。彼がもう二度と絶望しないでいいように。はい。全員無事だった。よかった。うん。うわ、びっくりした。みんなと下に行ってなかったのか？みんな無事でよかったね。ああ、お前のおかげだ、ノア。ありがとう。それは俺のセリフだ。俺の血を飲んで大丈夫か、ノア。
の血は少しだけ美味しかったかも。トキコの料理のおかげかな。そうか。まあまずいものを飲ませるよりはマシか。ごちそうさまでした。よく我慢したわね。何のことかしら。今日のアスタロトとの戦い、あなたなら一人でも切り抜けられたでしょ。ええ、そうね。でもそれではあの子たちの成長がまた遅れてしまうわ。ベーレンに来て思ったのは、ちゃんと次の世代が育っているということ。厳密には、強力な兵器が次々と開発されているということだけど。ええ、そうね。でも、その兵器を扱う人間が育っていると言えるわね。この目で見たわけではないけれど、報告では、ベーレンの成長を追って中華連合も動き始めている。私の感覚では、最も出遅れているのは、私たちタイマニンよ。前線で戦う私たちと政府が対立するような形で足を引っ張り合い、成長の機会がどんどん失われていっている。これは、若手にとって致命的なことだわ。だから、今日の戦いは、風魔君の指揮下からほとんど動かなかったのね。アスタロトの出現は予想外だったけれど、あの子たちにとっては、いい経験になったはず。戦場は刻一刻と変化し、予想通りに進むことこそ稀なのだから。経験を積ませ、あの子たちが対処できないほどの強敵が現れた時こそ、と考えるのは、過保護すぎるかしら。いいえ。アスタロトに四季の王、そしてノマドという巨大企業までが関わる戦場なんて、もう一度あるかないか。これからのことも含めて、風魔君たちにはいい経験になると思う。そして、この問題が片付いた後、ノマドの脅威が収まれば、次は力を取り戻した米連や中華連合が日本を狙ってくる可能性が高い。ほぼ確実に、よ。今は味方なのに疑わなければいけないなんて悲しいわね。そこも含めて相談があるのだけれど。部屋の外で待っていたと思ったら。しばらく情報収集のために舞台を離れようと思うの。私とあなたで。内容は？せっかく米連の基地内に出入りが自由なのだもの。集められるだけ情報を集めておきたい。あとはアスタロトの動向ね。そうね。悪くない考えだわ。中華連合や米連の新兵器の情報も日本政府より詳しいものがあるかもしれない。ただそうなると、しばらくあの子たちだけになってしまうけど。だからよ。さっきからあの子たちとばかり言って、まるで子離れできない母親のようよ。それは。子供扱いはやめるべきよ。それもまた若手の成長を鈍くしてしまう。大丈夫。あなたが鍛えた子供たちは私たち抜きでも戦えるほど成長しているのだから。
あなたも、そろそろ本当に考えるべき時だと思うわ。若手の育成に専念する、ということを。それに、一緒に行動していたら手を貸してしまうでしょ？私たちにも、子離れの時が来た、と考えましょう。そうかもしれないわね。世界の裏社会におけるノマド一強という情勢は崩れ、奴らの、エドウィン・ブラックの怒りが、俺たち特務中隊に向いたことを知るのは、この数日後だった。Thanks for making it to the end of this video. Anyways, if you're new to my channel, feel free to check out the content here, of course. And if you like what you see here, why not hit that subscribe button? And if not, well, thanks for giving my channel a shot. Anyways, as always, this is Ryuki here saying thanks for watching. And until next time, everyone, sayonara.